ボリス・バシリエヴィチ・トリズノは、ロシアのフルート奏者。モギリョフ県イザベリノの出身。ペテルブルク音楽院で、ロベルト・ランベルトにフルートを指示し、1923年に卒業を。卒業後は1929年まで、ペトログラード・マールイ劇場のオーケストラのフルート奏者を務めた。1929年から1932年まで、ミンスクの音楽学校でフルートを教えたが、 1932年には、全ソ連音楽コンクールの木管楽器部門で優勝し、レニングラードフィルハーモニー公共楽団の団員に迎えられた。1937年には、レニングラード音楽院のフルート加工士を兼任し、1940年に準教授、1958年に教授に昇進し、亡くなるまでその任に当たった。 レニングラードフィルハーモニー交響楽団は1962年で対談している。レニングラードにて没。2019年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月30日閲覧。ぜえ。2019年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月30日閲覧。ありがとうございます。